チューッ。ピザオケーキの翔太です。さっさんです。今日も最後までよろしくお願いします。お願いします。よし、今日はね、この作業部屋に来た時に、はい、合間にテレビを見てた時かな、あ、これ食いたくねって話になった、はい、ものをちょっとね、覚えていたので、いっぱいありすぎて何が来るかわかんないっす。取り寄せてみました。あの、アンミカさんがうちでパーティーした時にこれ全部用意したんですみたいなこと言ってて、それをね、ちょっとお取り寄せをしてみました。今日取り寄せたのはこちら、じゃーなーん。なんでしょう。トリコーさんのですね、ミールキット、焼き鳥だ。うん、あのね、結構有名な焼き鳥屋さんなんですよ。一応このセットにはね、それぞれ焼き台がついてるんです。すごいね。うん、焼き鳥自体はね、10本、はい、で、これ1セットなんで、これ1個だけ買ったら5本ずつしか食えないなと思ったんで、今日はね、これをね、2セット用意してます。無駄、この、これはいらんな、うん、これ1個でよかったな。1個でよかったんだけどね、うん、で、中に入ってるやつとかね、ちょっと本編の方でご紹介したいと思いますので、はい、本日は自宅で本格焼き鳥を楽しんでみよう。イエイ。いやー、楽しみだね。はい、ということで本編をご覧ください。とりあえず焼き台出してみました。すごいことになってますよ、うん、炭火でちゃんと焼いた感じになるっていうのは、はい、実はこの中に、このね、商品の中に仕掛けがあるらしいんですよ。へえ。じゃあこの中に入ってるやつをね、ちょっとまず見せていきたいと思います。ダダーン。お、なんかそう、まあなんかね、こんな鶏肉の部位の説明だったりとか、あ、焼き方もちゃんと書いてある。でね、おすすめの薬味みたいなのが書いてあって、鶏ふじおとか黒胡椒とか、これ燻製塩っていうの全部この中にこういう風に入ってるんですよ。これがね、黒七味、黒胡椒、燻製塩、柚子胡椒、トリュフ塩で、焼き塩で、あとね、特製タレ、あ、そう、このね、チャコールオイルっていうのを塗ると、この電気ので焼いても炭火のね、なんか味になるって。そんなのがあるんだ。うん、なんだろう、これはビーカーかな、なんか実験しろってことかな。それあれじゃない、タレその中入れてつけるやつじゃない。あ、なるほどね。書いてある、ここに。ミニ料理ハケで、あと竹串が、2本、この竹串何使うか分かんないですけど、で、あと冷凍で届いたこの焼き鳥セット、砂肝せせりぼんじりが博多地鶏、手羽先と鶏ももは伊達鶏、うん、これをね、こんな感じで2セットずつですね。だから1セット5本ずつ、それぞれ1本ずつで、あとね、焼き台の方でこういうのがね、下についてるんですよ、こういうトレーが。で、ここにね、常時水を8割ぐらい入れて焼かないと、なんかこの本体が熱くなりすぎちゃったりするらしいので、で、あと油が落ちたりとかっていうのもあるらしいので、はいはい、ちょっとそこを気をつけながらよしやっていきたいと思います。やってくぜ。まず準備の仕方はどうしたらいいんだろうね。わかりません。あ、焼き台の焼き面の高さは低めに設定してください。ほんとだ、あった。あ、これね、焼き台がね、高さ調節 2段階でできます。特製タレをここに移せってことなんだ。これですね。うん、そう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 。じゃあ移します。そうするとこうやってつけられますよっていう。移しますよ。うん、で、ハケはチャコールオイルを塗るのに使うらしい。よし、タレ完了っす。チャコールオイル準備。塩関係はあれなんだね、チャコールオイルを使えとか。あんま匂いしないですよね、うん、うん。で、これは鶏肉をセットしてからみたいなこと書いてあったよね。何本ずついきます？2本ずついきます？5本はちょっと厳くないか。うん、セットしますね。もうどれ、これこっちだってせせりっぽいもん、細かいから。これはオイル塗らなくていいんですよね。もも肉はそのまま焼き台に乗せ、表面を約4分焼きます。焼き目がついたらひっくり返して裏面もじっくり4分焼きます、はい、焼き色がついたら特製タレをつけて両面を約20秒ほど焼きます。3を3回繰り返し中心まで焼き上がり、焼き色がしっかりついたら完成です。レアで食べたい。危ねえか、鶏は。危ねえんじゃね、鶏は。よし、いきますか。はい、スイッチオン。地味だな、え。寝れる。あ、なんかジュージュー言ってきた。
あ、煙もう出てきた。え、これ大丈夫の煙、火災報知器鳴らない？これさ、火災報知器鳴るパッティーンじゃない？あ、開けた方がいいっすよ、窓。おい、めちゃくちゃ煙出るやんけ。もうなんかちょっといい感じになってきましたよ。すごいね、電熱ヒーターでこんなに焼けるもんだな。じゃあ僕は先におタレをつけますね。おタレ、おタレドブッと。で、こっから20秒で、またつける。もう食いたいんだけど。まあ、食いたきゃいいんじゃないですか。ダメ？ 3 回やることによって何かあるんだと思いますよ。はい、じゃあ2度目付け。じゃあ3度目いきます。はい、美しい。あ、いいじゃん、その焦げうまそう。地鶏だから絶対美味しいっすよ。油も絶対ね、いい出汁取れます。うん、一回消そう。はい、そしてタレをつけます。ほら、こんな感じです。焼けました。で、これに柚子胡椒。いや、まずこのままいきましょう。俺はね。ああ、じゃあこのままいきますか。いただきましょう。はい、いただきます。あ、うまっ。うまっ。めちゃくちゃうまい。うん、あ、柚子胡椒もいい香りだ。焼き加減やば。おすすめの柚子胡椒をつけて。ああ、うまいわ。来ました、うまっちです。これやばいっすね。うん、鶏肉がうまい。やっぱいい鶏肉使ってるから、うん、やっぱね、あと特製ダレ、タレうまいね。うん、次、これもう伊達鶏ですね。手羽、手羽。まずね、手羽を置いて両面にチャコールオイルを塗ります。この時点で。うん、で、あと焼き塩も両面に振ります。え、大丈夫なの？黒ずんできたけど。大丈夫ですよ、炭って基本黒です。手羽がでかい。うん、この塩だよね。うん、こうやって振る感じ。こうやってそれ牛肉バージョン。うん、まあでも足りんかったら後でまた入れればいい話なんで。下味なんでね。なんかね、焼き塩がすげえサラサラしてな。うん、これ絶対美味しいっすよ。皮面から焼いてくらしい。皮、はい。うまあそうなりますよね。うん、予想外の展開だ。こっちはいいかな。俺パリッとさせる方が好きなんで。こっちがね、なんかね、まだ半生の汁っぽいのがちょっと出てきてるから、そこをクリアしたい。どういうクリア？もうちょっと焼いてクリアをしたいな。まずノーマルでいきます。塩結構振ったつもりだけど、思いっきり入れてもいいかも。ねえねえ、炭で焼いてないのにね、炭火焼きの感じの味がする。それがチャコール多いですか。うん、あ、うめえわ。おすすめの薬味なくてもうまい。ほら、うまいわ。すげえうまい。塩がマイルド。おお、いい感じ。目は京都祇園の黒七味。全部かけたろ、黒七味。香りがすごい。ちょっとかぶりついた瞬間に黒七味の香りがふわっとね。すごいですね。うん、てか、うまっ。せせり、これですね、せせり。まずここにセットします。せせりにオイルを塗っていきます。せせりとかね、バカうまいよね。ちょっとね、パッと多めに塗っていい。多めに塗っていいし、多めに塩していい。うん、俺も準備完了です。セット完了しました。ちょっと今回塩強め。はい、オッケーです。はい、スイッチを押します。スタート。じゃあ一回止めますね。はい、ここ OK なんで。はい、はい、焼き上がりました。いわゆる塩の方がこれ OK かな。すごくね。お先にいただきます。うまっ。うまっ、うまっ。トリュフだってこれ。そう、トリュフ塩。やめるも塩いきます。すごいトリュフの香り。うまいの最初で。うん、一口いっちゃいます。うまっち。トリュフ塩のトリュフもすごい、うん、香りが。てか、ぼんじりこそタレじゃね。あー、ぼんじりのタレいいかもね。一個タレにしよう、俺。いや、うまいね。せせりやっぱうまいね。ちょっとせせりの湯、タレ半分くせよ。うん、あー、いい。うん、やっぱこれタレうまい。タレうまいね。ピースオブケーキ。
じゃあぼんじり、これも準備はチャコールオイルを両面に塗り、焼き塩も両面に少し強めに振ります。あ、これ強めに振るって塩、うん、腹面を下に約6分ほど焼きます。こっちが腹か、で皮面が上だね、要は。はい、こっちが皮面、こっちが腹面。あ、タレにする方は塩振らなくてもいいのか。そうっす、俺は振らないっす。これね、塩そんなきつくないんで、上品な塩なんで結構強めに振っても全然いい。準備完了っす。準備完了も何も多いのもさっきからずっと火つけたくてる。もういいかな。はい、塩とタレのセットです。塩1、タレ1、お待ちどうさまです。ボンジです。はい、まず塩から、ご指定の黒胡椒をつけて。あ、胡椒がすごい香り、うまっ。胡椒がすごいいい感じ。はい、うん、ここに七味かけるんですよ。両方食った感想として、オイラはぼんじりが好きっていう。タレに黒七味を。よし、タレいきます。はい、うまっ。タレに黒七味めっちゃ合う。うん、うまい、うまい。最後の砂肝、いや好きなんだよね、砂肝。これは1本でいいかな。本当ですか、うん、食べないんだったらください。はい、焼いてください。え、焼いてください。あ、焼けってこと。当たり前じゃないですか。焼いたのをくれってこと。当たり前じゃないですか。オイラが愛を持って育てた砂肝を食わせろということね。そう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 、まあそういう時もね、やってくれないね。そうやってね、オイラいつも使えるんです。 OK、できましたよ。どうぞご堪能ください。うちの母ちゃんが一番好きです。そうなの、砂肝。砂肝です。うん、いただきます。うまい。コリコリ言ってたよ。うまいわ。いい鶏を使ってる。いいチキンかい。グッチゲー。いただきます。いただきます、うん、お子様口のオイラにしてみると大人の味です。初めて食べたかも、砂肝って。なんで頼まないかも。あ、そっか、うん、硬いの好きじゃないですもん。あの、焼き鳥行くとぼんじりねぎま、皮皮ね、うん、あれとか美味しいじゃないですか、軟骨。絶対頼まないな、軟骨は。うん、あとレバーの美味しいお店だとレバー頼む。あ、レバーうまいね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やばいね。うん、楽しいし、うん、意外に最初なんかちょっと、はあ、もうこんだけ焼くのがちょっとかったりなと思ったんですけど、うん、やってみたら意外に楽しい。それにね、結構ね、焼いていく中で食べました。普通の焼き鳥屋行くとさ、食べましたーって、はあ、いっぱいじゃん。一本食べながら焼いてたりするから、うん、次の焼き上がりまで時間あるんですよ、うん、だから満腹中枢が徐々に満たされてって、はい、いつもより全然食べてないけども、はい、ちょっとお腹の満足感はある。そうですね、時間を置くとそうなりますね。だからワイワイ楽しめるし、食べ過ぎも抑えられるし、お酒飲む人だったら家で焼き鳥屋さんの雰囲気楽しめるし、匂いも焼き鳥屋になります、うん、ただほんとね、あの煙と匂いが換気が必要かなっていうのがあるので。そうですね、換気はしてやった方がいいと思います、うん、でもほんと今コロナ禍でね、なかなか営業自粛とかになってることもあり。そうですね。でもまあお店としてはね、それこういうので売り上げがねプラスになってるっていう話もあるので、まあ、こういうのはね、外食行けない代わりにこういうのを家で取り寄せて食べてみるっていうのは、うん、これ楽しいです。美味しいし、美味しいし楽しいし、本当におすすめです。はい、本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。それでは次回の動画もぜひご覧ください。それではせーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。今回の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それではせーの、チャオ。